皆さんこんにちは。こんにちは。ゲスト矢田和歌子参議院議員です。はい、参議院議員矢田和歌子です。今日のお題はですね、日本はなぜ少子化が進んでいるの、教えて安江ちゃん。出生率 1.3、6年連続下がっています。先進国に比べると著しく低いですよね。そうですよ、去年生まれた子どもの数が史上最低ですね。はい、81万2604人ですよ。日本の出生率こんな低いんですね。多くの先進国、特にフランス、北欧諸国、あとドイツも含めてですけども、しかも上がってるんですよね、うん、ここ縦軸が合計特殊出生率なんですけども、注目いただきたいのは横軸ですね、うん、家族関係社会支出といって、まあ要は児童手当とか、うんうん、そういったもの、子どもに対する支出が、日本は見てください、こんな低くてね、ちょうど斜めの線がありますけれども、うん、だいたいやっぱり子どもに対してたくさん給付しているところほど出生率が高いという、まあ、こんな相関関係があります。他の国はね、うん、なんでこんな高いんでしょうね。継続的に子どもに関するこの支出伸ばしてきててですね、これ 3.5 超えてきてますよね、うん、日本これ 1.65 しかないんですよ。対 GDP 1.65 ですよ、ね、1.8 目指してるにもかかわらず、さっきも言った通り 1.3 にしかなってないわけですよ。ケチなんですよ、ね、日本は子供に対してケチ。本当小出しでね、そうこうなんか手当てをすると言っても少しずつで、問題は所得制限、はい、そう縦軸が結局働く人の年収ですよね。そしてそれに対してここ横軸がどんな支援を、子育てとか教育支援についてやってるかということなんですが、本当分かりにくいんですよね。分かりにくい、ね、絶対自分はもらえるのというのが、そう、そうで、ね、物によってもこのね、いくら以上もらえるとか、あとはここにもあります、世帯主収入だったり、世帯全体の収入だったり、ね、ここもあのもう300万円を超えるともらえないところがあったりとかね、もう本当に分かりにくいですよね。そうなんです。結局自分が当事者になってみて、え、自分対象外なのっていうのがすごい多いんですよ。そこがすごく問題の一つ。民主党政権の時はこんな制限なかったので、うん、1人1万3000円、うん、みんなどんな子供にもあげましょうっていうことで出してたのが、うんうんうん、知らんうちにこうやって、知らんうちにこうやって線が引かれるわけですよ、ね、これ以上の人は減らしますよとか、これ以上はなしにしますっていうのが今回の改正なんですよね。ですよね、うん、ヨーロッパの国々なんかはやっぱりここも所得制限ないって言われてます、うん、子供に着目をすると、子供だから、そう子供は年収ないんですよ基本は。家族じゃなくて子供なんですよね。どんな家に生まれようが、うん、子供に対して等しく手当てをしていこうということ、うん、まあ、多くの国がそうやってる中で、うん、きちっと手当てをしている国は少子化に歯止めがかかってると。安江ちゃん、明石市の出生率なんと 1.7、もう6年連続でしたけど、うん、もうずっと上がってるんですよね。もうケチケチするなと、所得税源なんかいらんのやって言っておっしゃってますよね、うんうんうん、せこいお金ではなく、うん、思い切ったお金で子育て支援策をということもおっしゃってました。法案をね、法案を提出しました。提出しました、はい、所得制限なくすべきだ、はい、そう、いや所得制限かかるようなね、たくさんもらってる世帯はいらんやないかというような意見もあるんですけど、これ矛盾でね、年収です、ここ270、590、960、1200と置いてますよね。確かにね、だんだん上がると、いやそんなもらってると思うかもしれませんが、それは累進課税によって、これなんですよ、グレー所得税、それからブルー社会保障費、ここもガンガン上がっていくんですよね。したがって額面はこれ左側ですね、うん、大きいけど実際にバーンと引かれますから、手取りは例えば960だと変わんないですよね。そうでしたね、ここ780ぐらいに減っちゃうわけですよ、うん、でさっきの制限があるので、うん、何の恩恵も得られないから、保育料払います、高校も払います、大学も払うって、子供がおればおるだけ家計にものすごい影響を与えるんですよ。そうですよね、うん、どうして子供を産まないのかという、こうアンケートを取っても、うん、やっぱお金がかかるから、ケチケチせずに今投資をすれば、私やっぱりね、将来ね、その子たちが大きくなって、うん、こう稼いで税金払って社会の支え手となると思います。未来への投資、しっかりと人づくりこそ国づくり、まあ、そんな思いでこれからも一緒に頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さん応援してください。